ってる人かな。じゃあそろそろ。あ、はい。あ、始まりました。はい、皆さんよく来たのポケモンスナップの時間が始まりました。すいません、私はちょっと今日突然高熱が出て現地参加できないんですけれども、オンラインの方で参加させていただきますと。簡単にプレイヤー紹介ですけど、過去2回 RTA in Japan でポケモンスナップの解説をしてた方の白衣です。よろしくお願いします。解説者は、あ、解説者は前回前々回でプレイヤーをしていた方の白衣です。よろしくお願いします。はい、お願いします。始める前に一つだけお願い事がございまして、あのリバーっていうコースでパルシェンがかシェルダーが出るっていうところがあるんですけれども、これパルシェンが出ないと非常にロスってしまうので、皆さんでタイミングになったらコールしますので、パルシェーンって呼んでいただけたらと思います。はい、運営さんには許可を取ってありますのでお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではもう始めていって大丈夫ですかね。はい、大丈夫だ、大丈夫みたいです。はい、では名前は R にしましょうか。1文字の方が早いので1文字でいきます。ではカウントいきます。5、4、3、2、1、スタート。最初に3匹のポッポが出てきます。この3匹をタイミングよく撮影していくことによって乱数調整を行うことができます。でこの2匹目がディレイをかけてくることが多いので、そこだけ気をつけます。でここ堂々取ったら、はい、すぐに砂を見ます。これは処理落ち回避で、このゲームポケモンを見るほど遅くなってしまうので、上手い走者ほどポケモン見ないっていう、そういうポケモンゲームになっています。ここは今ちょっと名前は出なかったですけど、多分ピカチュウ正面で取れて大丈夫だったと思います。で乱数調整した結果、ピカチュウとバタフリーとラプラスの、あ、うまいこといきました、ね、うまいこといいですね。はい、全て乱数通りの動きしてくれました。素晴らしい、よかったです。でまた空見ます。空を見ることによって処理落ち回避をすることができます。皆さんも年末年始のお参りとか人混み多いところで列の進み遅いなと思ったら、空見て処理落ち回避してみたら早く進むかもしれませんね。で、さっき乱数ポケモンがピカ、バタ、ラプ3匹いるという話をしましたが、それをクリアしてもバタフリーの羽広げが高速で行われているので、ちゃんと取れたと思っても取れてないことがあって、ここはこの RTA で一番難しいリセットポイントとなっております。なので私のタイマーの区間名はここ地獄としています。で次の、この RTA の戦略に関してなんですけど、何でもいいから早くエンディングに行くっていうもので、それで、ゲーム進行のために種類数と点が必要なんですけれども、なるべく少ない種類数を取って、それで最終的に必要な点数を集めていくっていう、そういう戦略になっています。このエニーパーセントはその撮影あんまり多くしないので、非常に点数稼ぎが難しいことになってます。でここ EV 取って終了です。早い、素晴らしいですね。さてここであの写真選択にもですね、あの注目してください。難しくて、はい、ここがですね2枚目の写真、あ、どうぞ。早いんでここの写真選択のね、あのもう極められた動き、これ全て決まった動きで選んでいってます。他のステージも同様なので、ぜひ皆さんそちらにも注目してください。いいですね、ピカチュウ先天、はい、ポーズ先天、ラプラスいいです。バタフリーがちょっと小さかったのが気になりますが、あ、ちょっと足りなかった、あと140点あれば最速チャートが組めるんですけれども、でここでポケモンレポートを開こうとさせてくるので、そのハルケンの罠を回避していきます。マルマイン寄って、だいたいちょっとひよっていきましょう。仲間も一応後ろに移して撮ります。ビーチで十分に、はい、写真点、あの点を稼げていれば、ここは最速で撮って提出できたと。はい、でこれでなんとか2万4000点以上になりましたので、沖戸博士からポケモンフード通称リンゴをもらうことができます。このリンゴを使って、各ポケモンたちを喜ばして撮影していくという、そういう優しい RTA になっています。ではまず最初飛び出てくるあのエレブにリンゴをあげて喜ばしてみましょう。
個で、あー喜んでますね。ちょっとよく見えなかったのでもう一個あげましょう。あー喜んでますね。でこうすることによってエルブより先にトンネル入れて、こっちは正面からいい写真が撮れて、エルブはリンゴもらえるっていうウィンウィンの関係になっています。この右丸マイン爆発するんですけど、これも定石通り見ません。処理落ち回避です。でこの丸マインも喜ばせて、それによって、驚いて出てきた国運をいい感じに撮影します。でここズバッとが斜めに飛んでくるんですけれども、対抗してこっちも斜め向くことによって相対的に正面の角度で撮影できます。ちょっと今ズバッとがちゃんと撮れてたか怪しいですね。で一つ基本戦法のベクトル保存法というのがあるんですけれども、この01号前を向いてる時が速度が一番速いので、で前を向いた状態でカメラを構えると、本来遅くなる右とか後ろ向いても遅くならないというテクニックがあります。それを使っていきます。今のコイキング良かったですね。ちゃんとお腹見せてくれてて、でここズバッと見ないようにします。でここをまた処理落ち回避して音をよく聞いて、そろそろかなと思ったらディグタ取りに行きます。はい、でまた上見ます。これ上見るかどうかで数秒単位で変わってくるので重要です。でゴースト取って、ここディグダはちゃんと名前、あっとこれはリカバリーが必要ですね。ディグダ今みたいに名前を出して取らなかったら、ディグダが引っ込んだまま出てきてくれないっていう、そういう引っ込み事案が起こるので注意です。これはちゃんあの改めてディグダ君を取ってあげて、で3回連続で取って名前を出して取ってあげると、こうダグトリオになると。さてリカバリーがうまくいった、ダグトリオ取れました。素晴らしい。もう一回取りたいな。どうせならもう一回取って点数稼いでおくと。あ、ちょっとダメだった。大きすぎましたね。はい。さてここでコイルですね。コイルは、セットアップを使って、ここでハンドルを右に行って、あ、奥のコイルが来てくれてないな。おお、ギリギリのタイミング素晴らしい。コイルを集めて念のため用心していこう。レアコイルですね。はい、名前出して撮影することができましたね。レアコイルは、ちゃんと真ん中に映るようにしようとしたら真ん中空洞なので、これはポケモンが真ん中に映っておらんじゃないかって言って写真ビリビリって破られてしまうのでそこ注意します。あれ破ってるんですね、あれは。そういう新象風景を頭に思い浮かべてます。でここも写真選択はちょっと難しいんですけども、何せ出さない写真がありますからね。あ、ズバッとめちゃくちゃいいですねこれ。おー、素晴らしい。ディグダがどれを出せばいいんだ、これはこれかな。うん、いけてるでしょ。いつもやんないチャートになってしまったので、いつも本番ならここリセットしますからね。この事態が起きたら写真選択はスムーズでしたね。コクーンめちゃくちゃ良かった。ズバッとも最高ですねこれ。でゴーストも世界記録出しました。単体満点ですね。はい、はい、コイルも良かったんですけど、あ、まあまあまあって感じです。5万5000いってればまあまあまあ。はい、でなんとか火山行けました。これ RTA で火山行くの難しすぎて、前に視聴者にずっとトンネルまでループしてたらこのコース初めて見たって言われたことありました。常連の人に。それぐらいここまで来るのは難しい RTA です。ここロコンが初期位置乱数なんですけどいい位置。あ、ちょっとまずいな。これで、あ、あ、ちょっとリカバリしましょう。今正面から可愛いところを撮りたかったんですけど、でこのロコンここで、あ、ちょっとどこ行くの。ちょっと自由奔放ですね。行ってしまったな。これはもう最後まで行くか、それとも喜びポーズか。もうこれ行きましょう。この後リカバリ考えよう。はい、ちなみにこのロコンなんですけど、ハイスコアアタックの取り方がかなり悪辣で、ロコンを気絶させてその上を仲間ロコンを踏みつけるところがコンパクトに撮れるので、その写真撮るっていう方法になってて、ポケモンスナップのハイスコアアタックの2番目にひどい取り方だと思ってます。これで2番目。1番がちょっと、あ、喜んでくれない、すごい邪魔したよ。あ、これ最悪ですね。ちょっとこれは位置関係がだいぶ難しかったですね。はい、これブーバー喧嘩取った方がいいかな。喧嘩取ってロコン分もリカバリーできるかって感じですか。はい、喧嘩取ってたら後々やりやすくなるので、うん、そして、あ、勝手に喧嘩始めてる。何やってんの。もっと平和に過ごして。これから争いは、あ、勝手に、江戸の花ですねこれ。
何も争いの種がないのに喧嘩してましたね今、はい、さてギャロップいい感じ。しかしおーっと人影は喜んでないけど、おーっとロコンいいですね。おっとリザードがちゃんと首だけでスポレで、あそうだブーバーこっちだった、うん、そうですねブーバーは喧嘩の方を出し直すと、はい、ギャロップはまあまあいいでしょう、まあまあ、ロコンちょっと微妙ですけど、あリザードがいやでも多分足ります今回だいぶ稼いでるので、そうですねファイヤー分おー足りました素晴らしい、はい、なんとかよかった。でここで次のリバー、今本当はアイテムもらえるはずなんですけど、コース出現イベントによって消滅してしまったので、その代替としてこのニョロも写真1枚出してアイテム入手のためのフラグであるオーキドチェックを行います。でこれで7万2500点以上なので、イヤイヤボールというポケモンが嫌がるガスを充満させたというちょっととんでもないもんをもらいました。これを使ってポケモンたちにまあ喜ばしてそういい写真撮っていきましょう。嫌がらせるとか口が裂けても言えないもので、ね、ここの不思議だね、これ5000点分くらい取ればいいんですけど、どれぐらいになるかな。なるべく点数をガシガシ稼いでいきたいので仲間入れて喜んでるところを取ります。これは本当に喜んでます。おー素晴らしい、本当に、はい、本当に本当にちょっとエレブは審議が必要かもしれないけど、うん、でここセットアップで上の草の模様を見ながらリンゴを6投げます。で音だけ聞いて、はい、シェルダーが3回鳴いたら次右側に1個投げます。ここはい、でヤドランに進化した時の分のリンゴをあげて、シェルダー大きく取ってヤドラン喜んでる、うん、あれ大丈夫かあの位置、あダメダメだ、ちょっとヤドンの誘導が先ほどあの空に向かってリンゴを投げてたのはヤドンの誘導ですね。全てで全てセットアップで決まっていたはずなんですが、ちょっとヤドンの2匹目がこれはそうですね早めに取って、大きさ点を重視したという形ですね。はい、でここからちょっと難しいところ続くんですけど、トランセルを相対的に正面に取ることによってポーズ点を稼いでいきます。でその後コダックがすごい見どころなので皆さん刮目してください、はい、ここコダックが飛んだ短い間取ります。はい、うまい、取れました、難しいです。ここでパルシェンタイムです、皆さんよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。せーのパルシェン、あ、まだ2回チャンスある、パールシェーン、もう1回お願いします、パールシェーン、あ、またシェルダー出た、もう1回パールシェーン、ラストチャンスだ、ラストチャンス来い、ダメ、あー、残念、はい、で、ここでポリゴンが映った後にムービーでアップでピカチュウが映るという意味深なメッセージを感じる映像が流れます何かを予感させるようなはい、いやでもアゾコンヤドン得意なんですけどちょっと失敗してしまいましたね、まあ、リバーだけにカッパの皮流れってねおやこれでごまかせようかな会場は盛り上がってますねあーよかったです、こっちあんまり声聞こえないよねすごい滑ってしまったかと思った大丈夫ですよ、はい、まあ、滑っても水に流してもらえたらと思います。おっとリバーだけにねねじ込んできますね得点的にはちょっとだけ低いですけど、まあ守備よくいけば洞窟まで、渓谷までに必要な13万点手に入るところですね。芋洞窟、これも難しいステージですね。そう、全部難しいんですよこの RT 最速チャートを狙わなければそんなに難しくないので、皆さんもお家の64を引っ張り出してやってみてはいかがでしょうか。こうメタモンの位置関係が乱数なんですけどいいところにいてくれました。おー素晴らしい、2回目の方がアップで取れる、よし、おおいいですね、ここは素晴らしい。でここのベトベタ今撮影したらこっち出るので喜ばしていきます。おお喜んでますね、喜んでます、これは本当に喜んでますよこれは本当に喜んでる、毒ガスのポケモンなの で, でベトベト、いいですね、正面見てるの、これは素晴らしい。正面向いてたらイヤイヤボールを投げて喜ばせるという手間が省けるのでタイム的にかなり良くなります。でこっからそうですね、本当はかっこいいプリンとドガースの取り方があったんですけれども、今回パルシェンが出なかったのでそれをやらない方が良くなります。いいところをお見せできなくて残念。
あのプリンとドガースがこっちに戻ってくるので、ここでプリンにリンゴをあげて喜ばせます。喜んでますね。喜んでます。目を嬉しさは前目回してましたねあ、これもしかしてちょっと遅く撮った方が良かったかな。うつ丼、まあそうですね、うつがでうつボットを取って、でさっきパルシェンが取れなかった分種類数が1枚足りないので、次にルージュラを取ります。そろそろですね。ルージュラがこの先にいますので、ルージュラを取ってこのステージを出ると。だいたいここら辺で4枚ぐらい取ったら1枚には映ってるんですけど、いけてるか、だいぶ遠かったけどいや意外とあれいけるんですよ。あの30万点 RTA やっててちゃんと調べたので。メタも素晴らしい。これプリンめっちゃ喜んでる。ちょっと処理落ちが重くて解除してしまった。プリンの呪いではないですねあ、重い。あ、ルージュラを撮影することでちょっと重くなるんですね、ここ。そういえば、お、はい、普段ルージュラ撮るような事態になるとリセルンで忘れてましたけど大木戸先生、あの小ささでもルージュラ見つけてくれますからね。お、素晴らしい。点数はやっぱりなかなかいいですね。遅く、おー、惜しい、惜しい、惜しい、お、素晴らしい。ここで13万って言ってることは重要です、ね。はい、13万点いくと、このゲームの最低、そのイベント進行に最低なスコアになりますので、13万点で、ここで右寄っておくとなぜか早く進むので、右寄って空見ます。はい、でここ長いので宣伝タイム挟みます。ですね、まずは去年このゲームの正当進化系の続編でありますニューポケモンスナップが発売されました。ありがとうございます。おめでとうございますでそしてアマゾンさんが激推ししてるのか、今なら定価の 60% オフで購入することができます。皆さん買いましょう。でスイッチ、この64版のポケモンスナップもスイッチの任天堂オンラインの追加パックに加入すると遊ぶことができます。手軽にできますし、クイックセーブも使えるっていうところでいいところはあります。ちょっと操作遅延が気になりますけれども、まあ、気になるという方は64番と両方買ってくださいちなみにそれのカテゴリーの 100% RTA ことさんに抜かれたので、今年中に抜き返そうと思います。今日中じゃない年越しまでのつなぎ動画 RIG 終わったらあとポケスナ会、ポケモンスナップ講習会というものを来月末の29日日曜日に開きます。神奈川県川崎市で入場料無料で開きますので、ポケモンスナップやってみたいとか知識入れたいという方はぜひご参加ください。それと、初心者大会というものを企画しておりまして、来月、さらに翌月2月12日の日曜日に初心者大会を開催します。そして応募は今この瞬間から受付を開始します。今ツイートしましたので、そちらご覧ください任天堂方式で。であとバージョン 1.1 というソフトがこのゲームあるらしくて、見たことはないんですけど、裏面の右上か右下に数字が刻印してあるところがあるんですけど、そこにもしアルファベットが刻印打刻されてるソフトを見つけましたら、私のところまでご連絡ください。探しております。であっという間に来ましたね。そろそろ、そろそろですね。はい、ペニーの元気な泣き声が聞こえてますね喋り夢中になってこのゼリガメボーリングをサボってしまうと、全てやり直しになってしまいますね。たまにありますねはい、ここを打ってマンキースナイプというセットアップを使うんですが、いけるかな。お、いいぞ。山越えショットで、お、来た、素晴らしい。はい、マンキースイッチを押してくれてありがとうと感謝を願いました。追い打ちのように、あれは宗教上の意味でしかないので必須ではないんですけれども、あれが裏レギュレーションになっておりまして、あれできなかった奏者はちょっと白い目で見られますねでここで大木戸博士がこの島にはポケモンをかたどった6つの印と呼ばれるものがあるとお話しされていたので探しに行きます。早速1枚出しましたね。はい、あとはもうコースの総集編ですね。でここでまたポケモンレポートを選ばせようとしてくるハルテンの罠があるのでかわしますあれ間違えて開いちゃうと、てててててててっていう屈辱的な BGM 流れて自己名を逃してしまうので気をつけます
でここは特に喋ることないんですけど、最速で印取るのが難しいコースでして、そのスティックを入れる方向が右に入ったり左に入ったりとちょうど撮影のタイミングで切り替わるので、そうですね、難しいです。難しい、ここです。いけるかな。よし、おー、いけた。ちょっと上手かったぐらいですね今。あそこがちょうど難しいですね。そうこのゲーム走者にしか分からない難しいところ多すぎる。さて、あとはどんどん印を集めていくだけですね。次は、あ、そうだ、笛がもらえるんですね。早速この笛を使ってリバーに行って印を回収すると。はい。でここも特に喋ることないので余談なんですけど、よくパルシェンの確実に出す乱数調整が発見されたからもういらないんじゃないかってパルシェンコール言われるんですけど、あれは乱数の初期化の関係で、あの RTA では使えません。ハイスコアアタックだけです。RTA では完全に乱数をコントロールするのは無理なので、はい、基本的にはもう RTA ではパルシェンの乱数調整は使えないと。そうです。なのでこれからも皆さんお力よろしくお願いします。ちょ、すいません間違えました。はい、リバーが好きすぎて。いやちょっと水に流してほしいな今のは。リバーを擦りますねだいぶ。でここも一発で入れるの難しいんですけど、なんとかいけました。よし、素晴らしい。はい、火山はまああの手前にあるんで助かるんですよね。印がコース手前にあるんで。そうなんですよね。でこの印取る上で一番難しいトンネルが次なんですよね、うん、ここが本当に最速で取ろうと思ったら難しくて、まずは先ほど説明したベクトル保存法を使って右向いて右ベクトルを使ってゆっくり進んで、この丸マインが通り過ぎたタイミングで入ることでぶつからずに侵入することができます。おー、素晴らしい。ここら辺大体合わせて扉が開いた瞬間にすぐに左リンゴを投げて、まあ多分追ってるね、仕事してくれるでしょうこれ。はい、ピカチュウがサンダーの卵のところまで行ったら笛を吹きます。そうすることによって印を撮影することができます。サンダーは孵化していい写真撮れるんですけど、サンダーは撮らずに退散だーっていう感じでいきます。ちょっともう一度、ちょっと今あの観客の声聞こえてないんですけど、これ滑りました、悲惨だーっていう感じですか。ちょっと悲惨だーという感じですね。大丈夫ですよ。これはあのこのダジャレ僕が考えたわけではないので、ちょっと面倒してください。しかし無事撮れました、ね、はい、無事トンネルはクリアして、はい、ここが一番簡単なところで、今鳴ってる前奏が終わるタイミングで撮影するだけです。はい、音ゲーですね。でこれで全部の印を集め終わったので、オーキド博士が謎解きをするんですね。この印は全部この島にある星座が元になっておるんじゃって言って、だから創造主は島の空におるに違いないというわけでラスボスのミュー戦入ります。さあセットアップが、あ、お、未来予知がちょっと珍しく失敗しましたね。いつもより遅く出てきた気しますね。ディレイかけてますねこれ。ここは出てきた瞬間に、はい、もうすぐ狙って当ててく形になります。よし、でこれで第2形態入ります。第2形態たまにとんでもないところに入って全く正面向いてたら当たらないじゃないかっていうことがあるんですけど、間に合わない。そこはもうお祈りするだけです。今回ちょっと遠くに出てませんか。今回ちょっと余裕ですね、だいぶ。これ同じところに出るか。でここは左に出ることにかけて、とりあえず左向いておきます。出なかった、右だ。こうミュー、これで撮影して、よし、ミュー取れてる。あと5秒ぐらいでタイマーストップです。よろしくお願いします。大木戸先生の赤い文字に、大木戸博士、はい、赤い文字で記録中と出たらタイマーストップ。はい、なんとか、なんとか、はい、パルシェン逃したチャートにしてはだいぶ早いんじゃないですかこれは。あ、そうですかね。結構いろいろとひどいところはありましたけど。はい、いや全然特に目立ったところは、はい、まあなら良かったです。今回私はオンライン参加なので現地行けないんですけど、現地行く予定だったので、この RTA を見てポケモンスナップ走りたいという人が多分何百人も出てくることを想定して、ちゃんと今日のためにポケモンスナップを現地にいらした会場の皆様だけに
人一本お持ち帰りいただけるように持ってくるように用意できたらよかったんですけどそれも難しくて現地にも行けないで今9本だけ余ってますので、もし興味あるという方は来月の1月29日に 川崎市であるポケモンスナップ講習会にぜひご参加して受け取ってください。こちらのイベントは私のツイッターの固定ツイートに書いてあります。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ポケモンスナップよろしくお願いします。じゃあもうこれで終わりましょうか。そうですね、はい、はい、では皆さん、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。